そして合ってるよ。あっ、あー、ちょっとちょっといきます。おー、やば、おいしょ。ナミュルの枚数と、あー、うい、おー、皆さんいきます。おー、はい、どうも、トエです。そしてノースクです。スタッフの司です。はい、というわけでどうもこんにちは皆さん。はい、なんかいつもと様子が違うわけなんですけど、どこだ、ここは、ここは一体どこなんだ、なんかすごい豪華。ここなんですね。はい、ティアマンさんなわけなんですよ。おー、カードショップなわけなんですよ。はい、で今日カードショップということはもうやることはたった一つ、うん、ショットガンシャフル。いやいや、カードが痛むぜ。よくないね、じゃダメだね。カード痛めるぜ。はい、ちょっと分からんけど、ワンピースカード2つの伝説、はい、早速ね、開封していきたいわけなんです。よしよし、今日はね、直接、はい、お店で買った瞬間開けたいがために、はい、ここにやってまいりました。来てしまった。、はい、お願いします。今日はね、ちょっとね、あのコエッキーさんとかね、ミョンとかがね、ちょっと別 の、 あの仕事が被ってしまったんでね、はい、もう東京にいないんで、じゃあもう一刻も早く開けたいと思ってね、うんうん、あのカードショップに乗り込んでね、やってきたわけなんですけど、はい、実はね、もう一個ね、ここに来た特典というか、すごいことがあってね、今日の開封会はね、はい、いつものね、おしゃらけ開封会とは一味違いますよ。どういうことですか。この動画を見るだけで、うん、ワンピースカードがより楽しめ、より強くなります。おお、まあ、というのも、はい、実はですね、まあ、いつも買ってるこのティア1の無視というか、はい、ワンピースカードも強い人がいるんですよ。なんなら他のカードゲームやったら世界一とかも取っていて、まあ、プロもやっていた。世界一。そう、しかもあのお願いします、海賊団の高橋さんの練習パートナーでもある。おまさか三月さんです。おはい、ミツキさん、こんにちは、ティアワンミツキです。本日お願いします。お願いします。まあ、ということで、この僕たちがちょっとカードとかわからんかったとこも、うんうんうん、全部フォローしてくれると。さすがです。はい、いつもただただリアクションしてたくないから。そう、あー、まあ、強そう、すごいみたいな。そうよ、本当にそうなんよ。結局当たったカードもうわ光ってるとかなって、高いか安いかも俺ら全く分かってないんよ。やっぱキャラが好きというだけで、うん、ね、はい、ワンピースカードの開封とか遊んだりしてますから。 で、 す、ね、はい、でも今日はね、やっぱりね、せっかくお店で開封させてもらえるってことなんで、はい、一つバトルをしたいなと。バトル、マジで。はい、まあ、というのも開封をそれぞれしますと、はい、一番誰がその時一番価値があるカードを引けたか。あ、そうですね。はい、まあ、もちろんね、カードそれぞれの価値というのはね、うん、まあ、対戦での強さだったりだとか、はい、自分の思い出補正とかあるんですけども、はい、まあ、今回はね、一旦この今売られてる価格やったらどうやねんっていう勝負をね、ちょっとさせてもらおうかと思います。レアリティですね。そう、レアリティってことですね。このレアリティが高いやつが勝ちということなんでね、まあ、ちょっとこの辺がね、まあ、すごい海賊な感じですよね。より高い懸賞金のやつを買ったら勝ち。いや、すごいでしょ。トータルマウンティが高ければいいってことでしょ。そうです。いいじゃん。なるほど、最強の海賊団すごいぜ。我々最強の海賊団目指して頑張っていきましょう。よし、よし、じゃあ早速開封していきましょう。オーケー。はい、ということで、まあね、早速開けていきたいなと思うわけですよ。よし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 。ワンカートまた開けていきますよ。ありがたいですね。夢、うわー、夢、おー、見て、イエイ、見て見て。だ、これも2つの伝説が1,2,3,12ですから、はい、26伝説ってことですか。24やろ。24じゃない。なんでその計算間違うねん。どういうボケかましてん今。早速じゃあ開けていきましょう。やったー。出していきましょう、出していきましょう。やばすごやべえ。じゃあまたこれを早速ね、開けていきたいと思うわけなんですけど、シュシュシュ、なんか狙いとかあるんですか。狙い、狙い、僕はあのー、はい、村雲斬りですかね。いえ、村雲斬り狙うやつおらへん。白ひげの刀狙うやつおらへん。敵狙いでちょっと言って。びっくりするわほんまに。絶対おらんよそんなやつ。最上技もなんでやっぱ。いや、でも今回やっぱりね、白ひげでしょ、うん、まあそれはね、さすがにえ、メインですから、はい、はい、どうですか白ひげ。白ひげは今回かなり強い効果で、イラストもめちゃめちゃいい人気の目玉のカードの一つではあると思うんですけど、うんうん、今回は狙いのカードはリーダーカード、はいはいはい、シャーロットプリン。おお、あ、プリンちゃんね、小屋さんの。いや、もうプリンちゃんはさすがに引きたいね、うん、ですね、小屋くん引いてほしいね。これめちゃめちゃ可愛いですし、効果もめちゃめちゃ強いんで、うん、注目の一枚かなっていうところと、あとはワンピースカードでめちゃめちゃマルコ。マルコ、マルコ、そう、はいはい、かっこいいですね。環境でも強かったっていうのもあって、キャラ人気も込み込みで、うん、あ、注目されているかなと。確かに楽しみ。出してーな、マルコ出してーな。おー、 SP のカードが、はい、新時代の主役第5弾2巻が入った、うん、はいはいはい、バックで収録されていた和風の柄のカード、うん、涙、歌、東南の体験のイラストのカードで、はい、キャラクターの後ろにキャラクターの特徴のような、例えば、まあ、でもこれは見てのカード。なるほど、なるほど。そういったカードもあると。
ようなカードになってます。で、なんといってもコミックバックのパラレル、うん、スーパーパラレル、うん、こちらのカードはシルバーズレイリー。おお、レイさん、でもこれレイリーな、レイリーのコミパラめちゃめちゃいい。やばい、事前評価でもすごい人気があった一枚なんで、そりゃそうよ、まあ、伝説ですからね、うん、2年後の連載再開のね、あのジャンプのやつですか、ポーズが。はい、じゃあプリン狙います。まあまあ、まあ、聞いてください、ぜひぜひ、本当に、はい、マルコ狙います。僕はやっぱりレイリー。あー、はい、じゃあレイリー引いたら勝ちだと、はい、そりゃそうだ、それは勝ち、それはそうだ、勝ち、はい、じゃあやっていきますか。はい、はい、おしゃすー、おしゃすー。早速一箱目ですね。はい、はい、はい、じゃあ早速開封していきます。はい、開封していくっていうことでね、こんなにたくさん開けられるの、ね、めちゃめちゃあるよ、ワンカートンですから、ね、いやマジでそう。うわっ、あ、お敵に仲間は恨んぜよから始まりましたね。卵男爵、あ、今回あの全部おるらしいね、卵男爵。なるほど、ジンラミーやチェス、ジンラミーちょっとバンされへんか心配やな。ゾウ、おー、ゾウ、ゾウやん、ゾウなの、ズニーシャ、めちゃくちゃかっこいい、ラパン、おー、早ない、まあまあまあ、でもこれね、まあまあまあ、普通のやつやから、あ、終わってるよ、時間で。びっくりしたの、リーダーの方でもないから。びっくりしました。でもまあまあまあ、びっくりしましたね。これどうっすか、お、それはパラレルのカードでは1、2を争うぐらい結構値段は高そう。ともいい、いや、かわいいもんな、うん、めっちゃいいイラスト、イラが、めちゃめちゃいいな、すごい効果もめちゃめちゃ強くて、はい、今一番強いと言われてる赤紫ローに対応してるので、はい、コストのヒットと似たような効果を持ってるのを復活する、うん、効果なんですけど、うん、これも絶対に入る1枚。うわマジかよ、すごいな、持ってるな、 いや、 いいっすね、やっぱね、プリンの引きがいいということでね、さすが愛が通じてるな。これも超大当たりの、これやったぜ、おスムージー、はい、ハムレットね、おい、ゲーニー、哀愁がやばい。こいつこうしなんよ、わかるよ、ちゃんと CP0 で出てるんやな、うん、あ、オペラ、お、はい、よ、サウスバードの、うわー、エモ、わお、いいカード、愛してくれてありがとう、はぁ、ちゃん、いいね、さて、うん、あ、宮城やん、お、あ、モビーディック号や、うん、これ禁止になったって聞きましたけど、あれ、あれ復活したの？これどうですか？あ、違う。だいぶ効果が弱くなって、だいぶマイルドな効果でね。よかったよかった。ヒルじゃないか。おお、またゲルニカや。あー、プーや。おお、灼薬。いいね。出だしがいいですよ。スタートダッシュはもう完璧です。あ、来た。あ、来た来た。ひよこ男爵来たね。変形。これ待っとったんよ。おお。わ、プリンちゃんの友達や。うんうん。ドロー。軽々、この次なんか光の波動感じる、ね、なんか感じますね、あれ感じるで、輝きが強いか、感じるよ、あれあれあれ、うえー、おーマブだ、リンリン、牛丼で効果、まあ丼マイナスの効果あるんですけど、牛丼なんでもう次のターン牛丼になるので、確かに丼マイナスって別に全然デメリット効果になってなくて、相手のライフを増やしちゃうけど、まあ、相手のキャラ倒しつつ自分のライフも増やしちゃうって、えぐ、これめちゃめちゃ強力なカードです、えぐ、ライフ操作系えぐいよな、そうそう、やっぱ紫強いですね、うん、確かに強化されてるな、人のプリンと相性がいい、うん、リーダープリン、まあ、シャーロット機同士と相性いいのはいいよね、うん、すごい、あら、お、名言カード大名言並びやん、これまたセンシティブな画像でアウトになる、大丈夫でしょ、僕好きなシーンです、あ、そうね、大好きです、ピコモズ可愛いね、可愛い、うん、え、ゼニガメ、いえ、ゼニガメ、ゼニガメでテラパゴスかもしれない、あ、そうそう、来た、あれ、ナミエル、ナミエルも引いてる、来た、安田記念応援かな、競馬の方ですよ、シャーロットオープン、うん、破壊、おー、あ、破壊だ、破壊強いでしょ、破壊いいな、プリンを何枚引けるのかというね、ナミエルですよ、ナミエルか、ナミエル、これ実はプリンを引くように見せかけて、はい、本当はナミエルを狙ってますからね、何裏、はい、裏狙いだった、トリスタン、トリスタン、はあ、宮城とか、トリスタン、え、トリスタンちゃんとおるんやな、あらあら、ああああ、これ誰が知ってるの、カード化されるん、これ誰が知ってるよこのキャラ、すごいね、ペコリ、あ、来た、え、お、来た、これ全部揃った、いいことに順番に行ってますよ、しかも、おすごい、卵ひよこにわとり、お、来た、マルコ、あれ、キング、キング揃ねえだろ、あのガルチュウや、ご家族やり合ってる、おお、ナミだ、いいやん、エッグヘッドナミ、かわいい、かわいい、かわいいね、これめちゃめちゃかわいい、いいですねこれね、うん、
ジョバンニね、はい、でシャーロットスムージー、うん、あウルティ、うん、あいいですねイラスト、うん、ビービーバナナ食ってるウィミルキーエワーポールワーポールちゃんと2年後やねマリージョは中かどこなんやろうねどこなんでしょうねカフェに穴開ける前かなこれ覗く前よっしゃ覗くぞーって結構いろんな大変な覗きように俺はなるってこと、はい、シャーロット家の誰も知らん人や知って知ってって慣れ金出る人はねうんそうそうそう大丈夫おーバンバとかおーあ、幼少期幼少期肩くりやんあらあらいいっすね昼間みたいな確かにほんまや私が知らないおおあらチョッパーじゃないですか、リーダーチョッパーや、うんうんうん、動物系のデッキですね、うん、おー、チョッパーセットやすごい合わせてるいいねチョッパーはいや、ノーマルなんですけど、チョッパーは強いんですかチョッパーは強いです特に SR の3コストのチョッパーが今回の強力で、はいはい、リーダーのチョッパーと合わせてももちろん強力なんですけど、デザイナーなので1段のこのロノアゾロはいはい、はい、と組み合わせても協力熱っ1年2年前にあの頃やってたみたいな人もはいはい確かに入ってこれるしたんだしかもチョッパーでね活躍できるのいいよね、うん、バッキンおーまたバンされちゃうかも触れたら大丈夫ですよ今回ちょっとセクシーやねそうですね、うん、おうわっあらこの話したいっすねちょっと出たら言うわ出たらあプリンちゃんかわいい、ね、2枚目ですあれいいねはいめっちゃいいやプリンでかわいいかわいいおーどんぶりの推し、うんうん、宮城さんおーアルベル名義でちゃんと出てますねいいやったじゃんカルガラリーダーカルガラおえあー怖い ねマッドサイエンティストですよ ね悪そう悪そうな感じ出てるわペロスペロ、うん、おーナミュール来た2枚目来ましたいよいよ2枚目あブルーレブルーレ何気に初めてやな枝、うん、あ負けない負けない続いてはこちらあーまたアフェランドで出てしまったまたパンされるうわっ全力の獅子陣が全力出してますよあんまり盛り上がらなかったなまあまあいつも全力なんでねキラの波動を感じますね。キラの波動。おジュニアさん。かわいい。ジュニアさん、かわいいよ。何このつぶらな瞳。ねえ。ジャイアンみたいな。綺麗なね、泉に落とされた後の。いくぜ。はい。うんうん。おーおーい、ブラックマリアブラマリさんじゃないですか。かっこいい。セクシーだね。ねえ、うん。これはバンになるんですけど。これ大丈夫。ギリギリ大丈夫。ギリ大丈夫。ブラマリさん、だいぶ紫のレアが多いっすね。そうね。確かに。めちゃめちゃ当たりじゃないですか。いいじゃん。取れ高確保してる。ドラム王国はい、はい、ハムレットのホーインねああおもうおるんやね早い S オークすごかっこいいなかっこいいっすねかっこいいわはい、あれきた一周天敵きた一周天敵視点おもろ一周天敵にオペされる人やこれあるから安心はできるけど、ね、全力のシシリアンデュバールあらあら守ってくれた後ですねキャロット、うん、はいドルドルタン次はこちらですあまだやばいバーンされる大丈夫ですあバーンされるちょっと連続はちょっとあれだ人の夢は終わらねえ、うん、夢だからもう、うん、夢あこれもこのバンタショーおフズフさんややったじゃんどこ見てるんやなはいチェスおーすげえとこ行くのやっぱり、ねうわおーセクシーこれはセクシーすごい画角ですねやばいよネコマムシの残念あ、ね、あ犬わらしやこれ猫犬セットや連続はいいねでおー、 おー上手あら全然能力使ってへんけど、うん、キラキラしてないぞですねあんまこの色のイメージないですね、うん、今回あれですよねあのジョズのダイヤモンド加工が一番の当たりなんですよね確かいやいやどんだいくらすんねんそれ元取れすぎやろジョズのダイヤモンド加工があるらしいですよ安すぎでしょはいおーおースイートミンおーおーチェスマーリあ合体してる合体した後あカイドウやえかっこよカイドウだこれ強いって聞きました聞いたよ急コスカイドウやばいんじゃない登場時効果じゃないんですけど登場時みたいなような効果そっかそっかそっか登場したターンの場合効果を発揮はいはいこれキングと相性がいいかいいっすねキングとカイドウ相性いいっていいですねねちゃんとストーリーになってるからねさあおドレークや
ロディ、うん、石クラッカーね、はいはい、クラッカー何気に出てなかったな、出てなかったですね、カスタードや、スタードもいる、シャープ系めっちゃおるな、ワンダワンダワンワンモードや、野生味がすごいな、ねえ、うん、よいしょ、おーポアね、うん、トリスタウルティ、うんうんうん、おーフーズフが待ってるわ、キング、キングリーダーキング来た、おーえぇ、渋いやファンキーやな、ファンキーやね、これね、シャロットエンゼル、エビービー、トリスタン、ワール、おお、エスシャーク、おお、熱熱すごいわ、エースめちゃめちゃええやん、後ろにルフィいるし、ねえ、かっけえ、かっこいい、漫画じゃ見れない画角が見れるのいいですね、確かに、いや本当にそう、ペロスペロね、さっき触れへんかったからね、長かったより下長いけどね、確かにそれ注目してるの慣れ筋だけかいやそうですよね、やっぱり下長さ、うん、問題出ますかね、うん、どっちが下長いでしょう、そう、SBS で聞いてほしいじゃないかな、待って、すごいこと気づいた、何ペロスペロをトリガー効果の方が投げあんまりいねえ、こういうキャラ、うん、確かに、かなりレア、いける、おぉ、ベア、ベア、死ぬほど美味しいいい顔です、やっぱこの時タッチちゃうよな、ね、ちょっとね、あ、お、こんにちは、こんにちは、うん、いいバッキン、うんうん、おー、何かオリエンテー君のエドワード・ウィーブルのキングの、おおおおおお、ドンカードや、きたこのドンカードめちゃめちゃええな、いいっすね、おザ・オヤジだもんね、これね、これね、白ひげ海賊のデッキ使わせたらこれでいきたいですよね、うん、間違いない、あさベアベア、うん、マリア、ベアベアベアですね、ベアベアめっちゃ重いですけどちょっと、あ、キングヌー、キングヌー来た、キングヌーかと思った一瞬、うん、ページワンや、あ、ペーちゃんペータン出てなかったな、出てなかったですね、シナヒゲの隊長たちでテンション上がる俺らだけかもしれない、そうですね、確かにはい、まあ、ということでね、まあ、結構一回目にしてはいいね、めっちゃいいじゃん、いいっすよね、いや可愛らしいね、プリンね、いいね、うん、いいね、いいね、だってマムもカイドも出てるわけでしょ、出てる出てる、うん、いやもうちゃってこれが2つの伝説ですよ、ね、こいつ確かにな、確かに、こっちか、そう、こっちこっち、うん、今回ね、はい、じゃあ次僕いきますよ、はい、はい、もう箱から出してます事前に、はいはいはい、一パック目、おう、もう一パック目で今回は決めようって僕思ってました、はい、ねえペコムズ、ねえ、ねえペコムズ、ねえ男爵、ねえ、ねえ主爵、主爵だごめん、微妙なスタートしてるけど、いや主爵、振りを振り、あ、振り、うん、ここが沈めば沈むほど、ほら、ね、ハムレットなんだもん、やっぱり微妙な感じの空気が漂ってるけど動物たちが応援してくれたから、まあ、確かにね、ああほら、決して撃たれって言っても、キルルクもアドモス、水牛でしょ、牛でしょ、だから牛だからやっぱり動物、ね、これ来てんじゃないの、これ来てないの、どう？どうしろ覚醒開始してる。ええ、同じなんよ。この一発目と。ねうん、俺もゾウやったり。おもろ。うん、同じ動物パックやんこれ。リプレイになってる。人気いいんですけど、何なんこれ。次こ次。はい、次行きましょう。ああ卵、はいはいはい。卵ね。半径ね半径。ああスイートピー。はいはいはい。ドアモック。いやいやいや。ベア。はいはいはい。バックバックジョンク。お。いいね、バックルハウス。そして。出るよ。ああ。ああやいやちょ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 っと。毎回2パック目に出てるわ。法則ある。お願いします。海賊団の動画で見た。たかしさん毎回2パック目で出して怒られてんねん。法則が。マジかよ。すごいかっこいいっすね。やば。やばいこれかっこよさちょっとちょっともうやだわ。いやもうテンション上がった。いやいいな。いやでもこっからなんかもうでなんかあんま出ないかももしかしたら。まだチャンスあります。ある？はい、お。ネット箱でもいいか。よし。希望はある。セルナ。スターズバード。ありがとう。まあまあ、これ何度見てもいいわ。ありがとう。ロディーキンネバイムツクネホーキンスネテレバナシャケケケケケ後半に来てくれたらいいから。そうね。そうそうそう。カルグラもね。ああいいね。クリケットとカルグラいいね。はいはいはい、はい。できるってね。ラパーンじゃん。ラパーンじゃん。バナミじゃん。バナミね。ナミなんじゃん。はい。ヘリケラ。周りも。スタン、よい、あ、ま、一応丸くね、一応丸く、うん、軽く、はい、プリン、おー、いいね、僕も来ました、プリン、お次は序盤スタート、
あ、ムッシュールだ。ムッシュールマブルの兄貴すみません、ナミロです。もうあげたくらいです、ナミロ。ありがとうございます、ナミロ。はどうす、あげます、あげます。ナンバーってもいいですね。ナンバーってもいいです、ええ、あ、マム来た。おナム来ました。 SR ナミロより地味に強いよな。うん、優遇されてる、まさか。はい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 。ええー、猫猫猫猫しょ。あ、お弟、弟も勇ましい、弟が来ましたね。勇ましいね、やっぱり。はい、ポワルー、はいはい。うん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 。いや、チョッパーね、チョッパーね。おー、はい、チョッパーからヒロルくんがいい流れ、ね、素晴らしい、素晴らしい流れですよ。はいはい、よい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 、お、よいよい、コンソロよい、コンソロよい。お、あ、そう、同じやな。よいよいよい、よいよいよい、破壊よい、破壊よい、はい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 。ってことで、カマン、カマン、カマン、いいの、カマン、アルベル、アルベル、おお、ラーゼ、おお、うんうん、技もね、そうね、技も充実してるよ。どうやって技って覚えれるんですか？繰り出す、繰り出す。うん、実際繰り出したようになるけど、繰り出したら、はい、できます、ね、すげーな、はい、飛剣も炎ちゃんとバーン、すごーバーン、すげーな、うん、そこまでやらないと覚えないのか、火事になれないように気をつけてください。絶対ワンピカやった方が覚えれる。ナミュールやん。はい、ありがとうございます。あー、どうもそうです。ダダンダー、あーい、ホークですね、そうですね、はいはいはい、うんうんうん、わかるわかる。あー、ニトロね、ニトロ ね、 ニトロね、いいね、いいね、プリンとね、はい、仲良しですからね、つぶれな、ジンベ。おお、カイドウしっかりと引いていくと、いいよ、はい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 、またマムとカイドウ来たね、うん、はい、ゲルミカ、この哀愁漂ってるのすごいいいわ、素晴らしいよ、やっぱり、やっぱサイファーポール誰推し？あー、迷うな、ゲルニカか、うん、マハもいいな、マハもいいっすね、僕ギリギリゲルニカかな。あギリギリそやな、ヨセクもいいけどね。あ、確かにね、尻尾巻いてる、負けない、負けないコット、そっち派ね、投げ出さないコット、こいや、はいはい、いいしね、うん、20、はい、20、全力全力、20、リーダーキャロウー、ドル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 ドン、ワンワンワン、ちょ、調子悪そうやね。いや、大丈夫です。あ、そう、あのラスト2パック目で多分、あー、なるほど、ね、あー、取れたか、取れたかをね、ラスト2パック目で多分、うん、意識してる、そうです、うん、そこはちゃんとすごい、にゃん、うんうん、はいはいはい、違う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 、ちょっと見えちゃってたじゃん、ごめんなさいごめんなさい、ちょっとメイクの下手です、すいません、はい、気をつけます。確かに色黒上手ね、うんうん、あー、なんかすごい光ってる気がする、すごい、そう、なんかちょっと光ってる、光ってる気がする、光ってる気する、どうしようどうしようどうしよう、波動感じる、これ来る？すごいかな？来る？どうかな？え？ちょっとまーりま、おー、え？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 すごいよ、え？親父やん、すごい、え？え？え？ピンさん、ピンさん、お、それ、あれ、帽子にかってる、え？え？の通常版、通常版、なるほど、通常版かっこよすぎるやろ、かっけー、これめちゃめちゃかっこいいし、覇気溢れてるな、強いですね、10個数1万2000の攻撃を抑制するような効果、やばっ、えぐ、え、何やねん親父それ、やばすぎるやろ、超強いやん、相手の手札破壊してるやん、うん、おう、え、レイリーと揃っちゃったじゃないですか、はい、来ました、確かに2枚2つの伝説来た、2つの伝説をお見せしよう、あ、絵になるね、ね、お親父の絵柄があれだったらもう、うん、まんまでしたけどね、いや、すごい、え、ここで来るの、ここで、あ、ってまだあるよパック、え、いいのまだ出しちゃって、うるべえ、終わらねえ、うるべえ、俺の引きは終わるで、うめんだ、あ、やった、嬉しそうクリケット、クリケットのどの辺が好きなの、なんか男、あ、男、男の、男な感じが生き方っていう、はいはい、私は、はい、なるほど、ロビンの声優さんも、山口優子さんもね、一番好きらしいんで、ワンピース、ね、あ、渋いね、神です、奇跡起きました、本当に奇跡を、クルハいいね、クルハもいいよ、奇跡ね、うんうんうん、はいはい、さあさあさあ、可能性あるからまず、おー、やっちゃう、よし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 、早いっすね、早いっす、よしよし、いいやん、素晴らしいぞ、
親父と、ついにラスト2パック来たな、うん、そうですね、うん、あと3、あと3やから、うんうんうん、これの次がえぐいんや、あこれ次だ、これはだから大したこれはまだもう、もう、うん、引くかもしれないけどね、これもね、え、大丈夫、え、大丈夫とかじゃなくて、大丈夫、おぉ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 、あつ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 、うんうんうん、そうだね、まあ、うん、クイーンだもん、クイーン、ここですね、クイーンだ、え、これ、はい、激アツパック、これが、うん、やばいです、メルカリで売られてるやつやろ違う違うの自引きするの、あ、そう、うん、ドドンドンドン、はいはいはい、ホーインイン、あ、ってことは、え、マルコの伏線なのか、これはまさか、あれあれキング、あ、ここで、あれ一枚、一枚前ってことは、イエー、親父だ、やばない、ええ親父、次行くや、そう、親父ボックスだった、いや確かに親父ボックスではある、うん、はい、うん、だいぶいいですよ、このホーキンスどうなってんねん、うん、なあ、なんかまだ戦えるぜみたいな顔してる頃やな潜在写真撮ってるのかな確かに、うん、いい、いいね、いい、はいはいはい、はいはい、ラストは、あ、ペ、え、あ、え、え、ま、え、最初と最後、あれキングデムなんか最後ら辺のやつ、確かに確かに、どうなってんのこれ、やば、すごいな、はい、という感じでした、結構良かった、いや、めっちゃいいんじゃないこれ、ちゃんと2つの伝説やってるよ、揃えちゃう、ワンボックスで揃えてすごくない、いや、えぐい、すごいっす、では、行かせていただきます、はい、いよいよ人生初開封、楽しみです、うわ、はい、フォアールでした、うん、僕の1枚目、そうだね、初1枚目、うん、カルガラ、カルガラ、はい、お、マリア、マリア、全力や、シリアン、全力引け、デュバル、おドルトン、なかなか絶妙な感じの結果になってしまったないい、ね、ドラム塔でね、はい、もうどんどん行こう、どん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 行きます、どんどん行こう、じゃあ2パック目だからこれ、あ、そうっすね、これ激アツパック、うん、おありえますよ、きた、さあ、おお、激アツや、激アツでした、ナメル、ナメル、あげます、ありがとうございます、火起こしシャック、はい、なんか見えますね、波動が来る、やっぱり2パック目が熱いってこと、うん、イーブル、え、マジで光ってるやん、あー、ナミさんでした、あー、まあまあナミさん嬉しいですけどね、嬉しいですね、まあ、ここじゃないですよね、求めてるのは、そうですね、僕はレイリーが引ければ、はい、アフェランド、バンバズーカ、あー、スイートピー、スイートピーね、BB、コンスロット、フーズフー、おー、なんかあんまり良くないですね、おかしめなさそうですね、はい、我々に比べてね。ちょっとね、頑張らんと。頑張ります。大丈夫でしょ。かかってますね。また出れるかどうか。またスイート、え、さっきも。本当だ。フルティ。見てよ、見て。シャーク、破壊。おお。ヒルルックのスピードジル。おお。ホーキン。お、でも光の波動感じるよ。感じますね。感じるよ。感じますね。え？からの。おお、え、出てないじゃないですか、え、そ、スネークや、スネークだ、すごい、どうですかスネークは、これ当たりです、おお、すごい、めちゃめちゃ可愛いや、可愛いっすね、もうね、可愛いよね、うん、パラレル版もめちゃめちゃ安いんで、見たい、やったー、3拍子きた、きた、韓国関連のカードは全部モンキーディールには対象にならないって、すげえそれ、本当だ、それはすごい。ほんまや、すごい、この辺がしっかりとね、しっかり原作再現されてるね、原作再現されてるカード、他にもまだあるんで、おぉ、とすごい欲しいなと思います、まさかの原作の知識をね、ミツキさんに先に言わないっていう、ね、すいません、びっくりしたね、今ね、ありがとう動画で勉強してるんで、あ、さすがです、なるほど、ロゼをワンピースカードで、めっちゃキャラクター知るようになりました、うんうん、いやでもワンピースカードマジでマニアックなキャラで出る、うんうん、だってニワトリ伯爵原作で出てこないもんそうですよね、衝撃、うん、原作で読んでても分かんないよね、人がいるいる、ワンピースカードやるだけで結構慣れ金強そうですね、いやだいぶ強くなってると思う、うんうん、お、Sホーク、セラフィム揃ってんじゃん、本当ですね、ねえ、セラフィム誰推しなん、え、でも僕スネークかもしれないです、うわー、じゃあスイートですごい、うん、ずるいぞ、あのルフィにね惚れちゃうところがめちゃめちゃ可愛かったですよね、可愛らしい、オーブン、キルルク、はい、僕好きなキャラキルルクなんですよ、マジか、はい、キルルクとクローバー博士と同じ髪型の系譜やな確かに、うん、セットしてるんですかね、センターがちょっと違う、おドレーク、周りも
オビーリクボー、はいはいはい、ネコマムシ、はい、ワポレ、うわグラムグラム、そろ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 なんかギア上げていこうよ、そうやね、うん、引きのギアをクマ、ペコムズ、うん、キング、ミルキー、おーサウスバード、シャクヤク、シャクヤク来たってことは、おーどうだ、レイリーが呼んでる、あ、これレイリーチャンス、うん、レイリーチャンスかもしれないです、レイリー半年は開けたらね確かに、まあ、確かにね、どっかで女作って遊んでるかもしれないですね、アルベル犬嵐、おお、プリンちゃん、あー、ありがとうございます、プリンちゃんでも多分こっちに置いとかんと大変なことになっちゃう、確かに、ナミュールは多分勝負にするしないそうですね、ペコムズ、ロディ、うん、あ、フォワール、マリア、アプー、アプー、お、ジャック、ジャック、初ですね、これも原作再現というか効果が本来のコストと足すと11になる、はいはいはい、なるほど、ああなるほど、11で7プラス4で、へ、ね、面白いですね、結構アンピカード多いですね、そう、うんうんうん、確かに確かに、逆にさ、うん、ナミュールの方かな、うんうん、カードを2枚引き自分の手札を2枚を好きな順番に並び替えデッキの上か下に置くと、うん、手札干渉系やねん、つまり、うん、ナミュール干渉できる能力、え、干渉系魚人、そう、干渉系魚人かもしれない、すごいね、ネタバレしちゃう、ネタバレしえカードがネタバレ、ブロッカーはこれ白ひげ海賊団シーちゃんの守るぞ、なるほど、ポイントは多分こうや、マジか、確定確定って言ったらまた怒られるんだコメント欄で、ね、ずっと怒られるっすよ、確定警察ってこと、怖い怖い、確定って言うなって言われる、そりゃそう、あなたが楽しいよ、いや本当にいつでもあなたが楽しい、クラッカー、ミヤギ、あ、キュートジンベイ、あ、あ、ま、あ、ま、また、またこっちのサッチだ、お、ワイパー、ワイパーね、サッチの話したいですね、サッチの話したい、なぜかちょっとたまだいぶ温めてしまった、ね、サッチの話をその大した話じゃないのよそうなんですよね、温めちゃうとちょっとあれなんですけどね、スムージー、お、チョッパー、うん、あ、ゾウ、確かにそうですね、だいぶ光の方が感じますね、あ、ナミュー、あ、どうぞ、あ、また、いい前兆だよ、ナミューが、いきます、うん、おお、やば、え、これはやばい、カイドウ&リンゴ、これはやばい、すごっ、おお、はい、え、見せて見せて、お、プッシー増えてる、お、やったー、めっちゃいいや、嬉しい、2つの伝説や、これが2つの伝説っすね、おお、これレイリーと同じ枠ですね、へー、すごっ、すげえ、これはいいんじゃないですか、これめちゃめちゃ強いです、1段のこのカイドウと3段のリンリンのこの足して、うん、足してみ、うん、足した2、え、ほら、やばすぎる、2で割らず、えぐいね、すごいっすね、このキャラ以外、すべて KO、うん、そう、出すの楽しいよな、すごいっすね、価格時効果だから何回も使えるってところも、あ、本当だ、登場時じゃないんだ、うん、そうですね、アタック時なんですよね、めちゃくちゃやってます、やばいっすね、いやー嬉しい、えぐいな、それはフォワール、ペロスペロ、でもこっからね、まだ全然当たりも可能性ありますよね、あるよあるよ、おお、はい、お、ハムレット、はい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 、ムッシュール、シリ、うん、お、初めてですね、これも、ほんまや、アレクトリカルルナ、うんうん、それ多分あの初見でしっかり読めるのどんぶりだけで、確かにそうな、うん、スラスラ、みんな結構読まれる、そう、エレクトリカルルなってなっちゃいますね、染みついちゃった、うん、さすがですね、さすがですね、卵男爵、卵男爵どれ派あー、え、でも僕このこれが一番好きです、さっきからその答えばっかりやででもこれが一番好きです、俺、はい、半熟派、いい、え、半熟男爵は存在しないんで、え、ないの、ないの、君のこと、ひよこですよね、試食がいる、あ、そうかそうか、そういうことか、ね、そういうことか、あぶねー、あ、またナミュール、はい、ありました、いいね、ナミュールはね、ブリュレ、うん、ノーランド、あ、ノーランド、これも初めてですね、すごい、ちゃんとヘビもおるわ、うん、ヘビ、ヘビ、ノラでしょそこノラでしょ、やばい、空島警察の人に怒られてる、あ、また来ます、あ、ゲルニカ、お、レアの波動感じます、え、来た、何、おい、盛り上がってきたよ、盛り上がってきました、結構盛りや、それあれじゃないの、スペシャル
ャルカード。すごい。これがビギナーズラックってやつですか。すごい、光輝いてる。すげえ、めちゃくちゃいいじゃないですか。加工がめちゃめちゃいいし、うん、昔の強かったカードが再録されてるんで、プレイでも満足できる一枚です。すごい。枠とかも特殊な感じですね。それぞれのキャラクターの特徴が描かれてる。なるほど。プリンとかだったら後ろにケーキとかどうなってる。結構分かりやすい感じなんですけど、ちょっとモリアはちょっと分かりづらいかもしれない。いやでもめちゃめちゃ凝ってますね。いやすごいね。すごい大当たり、大当たりっすね。すごい、マジでめっちゃいいみたいですね。確かに。おお、ペドロでした。ペドロかっこいいやん。かっこいいですね。いやでもこれかなり強い。いやめちゃめちゃ出ましたね。はい、ということでね、じゃあまたやっていこうと思うわけなんですけども、無事こちらの開封が終わりました。じゃあまず見ていきましょう。一気に、はい、右と左どっちから見たい。左。オッケーオッケー、左ね。はい、オッケー、左からやってみましょう。はい、おー、一瞬よし、よし、よし、さあ、どうなんだい。おまるくんね。はい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 。お、お、すごい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 。そんなこと、え、奇跡が起きた。三連ちゃん。奇跡が起きた。え、すごく、これはすごいや、普通に。卵、鶏、ひよっこ、そう。すごい。どんな確率それ。奇跡が起きた。めちゃめちゃすごいじゃない。一番レアな引き方。これやばい。あぶねー。あまりにも持ってたな、今。今のすごいっすね。レアの波動をちょっと感じるね。うん、来るよこれは。さあ最初なんだ。うん、お、なめるなめる。一枚目。いや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 、どこで来るのか。よいしょ、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 よいしょ。やっほー。おーい。あなた、あなた、レイリーや、レイリー。あなた。まあでもこれまあ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 、とはいえ大当たり。でもまあいや、まあまあコミプラではなかったからね。だけどね、いやだけどさ、ちょっとやったぜ。はい、ですよね。コミプラ寸前です。これ後ろ何、こっちは東方のさ、ザバンザバン最初の。え、これラフテル、もしかしてラフテル。ラフテルか、ラフテルか。カードがネタバレ、ラフテル。カードがネタバレのサムネやりてー。いいね。ちょっと、おー、キャロット可愛いですね。長いこれ可愛い。はい、いいっすね、レイディ。えぐいって、おやさま。いや、やっぱ持ってますね。はい、お持ちいらっしゃるわ。おー、フーズフー。あいや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 、あ、またあれ、また夕方サッチ。存在しない昼間のサッチ。どうしたの、この段じゃないのかな。違ったのかな、この段じゃなかった。昼間のサッチ違うかもしれない。ちょっと後で昼間のサッチちょっと出してもらいましょう。そうですね。よし、じゃあこれ半分終わりました。いやでももうレイリー出したから多分こっちはもう何もないっす。あったらビビるよ、逆に。名前です、こっちはもう。本当ですか。名前です。じゃあ次。はい、じゃ、次行きまーす。なわけ行くかい。なんでなんでなんで。入っとるやろ、まだ多分。入ってへんかったら多分全部早く。あ、まあまあまあ、うん、前回のコミパラも諦めかけたところででしたもんね。そうだ、そうよ。お、お、チョッポ、チョッポ。いいよ、このパターンね。うん、かわいいかわいい。はいはい、おー、はい、スネーク。何やってるの、戦ってんのか、うん、なんかラグビーボール投げてるのかと思ったら一瞬。あ、そう、ね、びっくりしちゃった、うん、そうそうそう、しっかりアマゾンリリーで収録されてるんやな。そうですね、うんうん、あ、確かにそうですね、うん、お、まあ、ないか。あ、やっぱりね、もうないね。ないか。ないないね。ないかないか。ないね。あ、いや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 。まさか。あ、うん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 。おお、ダメです。はい、サウス。しっかり見ていこう、そこね。いや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 。しっかりと咲いていく。え？ああ、ジャッコ。ジャッコ。ああ。うんうん。あ、これ早送り構成か。ああ。結局か。
レイビーがね。いやでもですね。はい。じゃあどうぞ。あのすいません。はい、こっちこう言います。はい。いきますか。はい。お願いします。はい。続いて僕です。じゃあ裏と表どっちが見たいですか。いや裏で。裏で。じゃあいきますね。はい。さあ。いやこれいや2枚同じだ。あれ？なんで？全部同じだ。全部同じカード。あれ？どうなってる？あれ？違うか？あれ？レア。多分これと開封動画史上初なことやった。ああすごい。赤、赤、レッドカード、これレッドカード、これまずめくろ、これめくりますか、これめくろ、これは軽々でした、赤でした、リーパラ出してほしかったわ今絶対リーパラ出さなきゃいけなかった、そこお前、お前この野郎お前、あ、じゃあ真面目にやります、表を見ていきましょう、皆さんもね、はい、しっかりカードって表にだけいろいろいっぱい書いてあるらしいんで、そうですね、そっちを見ましょう、すみませんでした、本当に、はい、はい、お願いします、あ、マムです、いきなり、いきなりマムです、さっきのね、はい、全然関係ないけどさ、うんうん、この間あのたかしさんがさ、あ、親子、お、大丈夫大丈夫、軽々、軽々、ああ、軽々で負けないだった、ああ、なるほどね、先祖、はいはい、から、うん、それは何でしたっけ、そう今さ、はい、シャーロット・リンリンをさ、マムかって言ってるやん、はい、ビッグマムとさ、はい、シャーロット・リンリンって俺らの中で当然イコールなんやけどさ、俺らたかしさんがコナンの映画を見たっていう動画を上げとったのね、あ、はい、その中で、うん、あの宮野志保とシェリーがイコールになってなくてあ、そう、そう、あの映画を見てる中で調べるっていう、そっからあのなかなかおもろい映画の見方してるなと思って、今までいないですよ、まあそう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 、結構すごい感動したんですよ、ね、いやでもまだそこ感動できるっていいね、そう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 、やっぱりそう、うん、それでもやっぱ楽しんでるけど、いやいや素晴らしい、あの黒の組織やっぱ誰が味方で誰が敵か分かってないから、ああ、やめほしいんだね、確かに、分からん、俺こいつ何意味だな、そうそうそうサブマリンのね、最高やん、ウォッカ以外みんなコナン側っていう、そうそう、おもろいあれなんかキラキラ波動キラだしているよ、はい、あーですね、あ、でもみんな仲良くしてましたね、そうですね、これも引いちゃった、ありがとう、これで S スネークボーナスはないですわ、マジかよ、うん、さあ後半ネットで、はい、後半、後半スタートです、はい、がいい、まあ前半まあそこまでだったんで、いやこれ後半期待できるよ、ああ、すいませんちょっと、はい、出しちゃっていいですか、そうす、ね、出しちゃってくださいよ、ちょっと涙、あ、親子、ああ本当だ、親子連、親子連です、ナミルがまだ来てないからな、でも確かにそこはちょっと不安です、そこは不安要素です、ナミルの枚数と、ああ、魚人の話してる場合じゃないですよちょっとこれ有言実行やん、しかも俺すごいや、ゆつきさん、おお、すごい、すごいっすか、すごい、マルコリーパラ、このマルコセクシーよな、うん、なんか色気出しちゃってるこいつ、絶対さっきのリーパラこっちでやるべきやってほんまになんでなんでだなんでだ、いやでもいいね、いいっすね、めちゃくちゃかっこいいな、やっぱな、首筋がもう筋が筋張りすぎてて、筋が良い良い、筋が良い良い、あー、ありがとう、目的のカード引けましたね、はい、俺引いちゃったよ、あ、こっちも、あ、ちゃんと通常もお前、え、あ、いいやん、なんやそれは、はい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 、マルコボックスですね、マルコボックスですね、これ完全に後半へ、マルコ、マルコやん、どんどんマルコやん、やっぱ後半へ続くって言ったからじゃないかお、藤井あさみも出ちゃったほら、藤井あさみ、それ藤井あさみって言ってるでしょ、どんぶりだけなんやん、え、またマルコ、ちょっと待って、え、ええマジでマルコパックやんすごっ、よいよいよい、すごい、これね、なるよ、もう全部マルコにまつわるから全部来てる、この段のすごいな、うん、このタクリもすげえな、どうしよう、マルコのことしか考えられない、まあ、ちょっとそうやね、うん、マルコ、あ、あ、サッチね、はい、うん、ワイプ、はい、正面サッチ、うん、1枚避けたら避けんでいい気もするんやけど、なんとなく避けちゃうよねなんかそう、なんかさっきからね、しちゃうんですけど、あ、ショッパーの靴着は大丈夫、ショッパーの後像多いな、そうっすね、うん、なんかなんだろうか、伏線、伏線あるか、これは、あ、あ、来た、やってきた、あ、どうぞ、よかった、来てた、やっぱいいやつに入ってるんですよ、うん、あ、あ、ちょっといいやつの、なんかいい波動、波動、波動来た、めちゃめちゃ今ありました、何波動、ミュールの直後、はい、いきますよ、いきますよ、はい、うわぁ、ええかっこよ、かっこいい、こっちね、カイドウのレアパターン使う、おー、これはエサルパレル、エサルパレル、すごい、え、このパック強くね、めっちゃ強くない、すごい、結構強い、どうした、今回のイラストもかっこいいし、かっこいい、
はあ。いいの？こんな引いちゃって。あ、もう消化試合感出して。手がね。そんなことないよ。そんなことない。気の感じで言いましょう、ラストから。コンパラの可能性あるから。ないか。吹いちゃって。でも前この状態からなんかコンパラ出たよな。そうなんだ。そういう空気感から。そうそう。あるからね、大事っす。では、いきます。マイレ。アフェランドラからでした。はい。ジンラミ。お、早速。お感じました。来る、もう、え、出だしから早くない？おぉ、うわ、あ、ボニーだ、ボニーやん、エッグヘッドボニーでした。それいいよね、可愛いですね、大人の姿。うん、エッグヘッドボニー海賊団、勇ましい。うん、初めてですね、これも。確かにボニー効果強いでしたっけ。ボニー効果結構強いです。ライフが移動した時って効果なんで、あ、ちょっとややこしいんですけど、光月日和とかの効果を使われた時も誘発するんで結構強いです、ね、なるほど、はい、フローキルビー、はいはいはい、高橋さんがよく使ってるやつや。そうですね、天敵ですよ、ね、じゃあこれで高橋さんに挑みます。うん、これだいぶ辛いと思います。バリバリメタ張っていこう。いいんだよ、いつでも高い、ね、どんどん序盤に、あ、ナミュー、あ、どうも、あ、よしよしよし、しかもその次ジンベイでした。おー、よしよしよし、友達だからね、ジンベイと、うんうん、絡んでるところ見たいっすよね。見たいね。それは魚の話とかじゃあ。そうなの、生々しいですよ、新鮮ですと、まあ、生魚ですね、カルガラ。そう、なんか落ち着いてきちゃいました。テンションも落ち着いてきたね。確かにそうですね、上げていきたいっすね。ちょっと引っ張ってこいよ、カード。ピザ親父ところ思い出して。あの頃思い出します。回しくるか回しちゃったよ、カード。あれ、なんか、ええ、あ、どうなの、どうなの、キング、フーズフー、マルコ、あれ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 、明らかになんか、あ、上手でした。あれ、それにしてもじゃない、あれあれあれ、え、どういうこと。ちょっと、一パック目の引きが入ってない、入ってないのか。入ってないんじゃない、これ、ミスですかね。うん、これ、下振れだ。うん、あ、また察知した。他が良すぎて、あれあれあれ、え、いや、まあまあまあ、まだ半分なんで。あれ、そう、やば、多分こっちにとんでもないのがいます。レイリー来てくれますよ。そうかな、はい、これ出へんかったら、うん、キャワンさんに多大なる損害を与えるで。そう、あのお店レア抜いてるぞっていう。まずいまずい、絶対やめてください、これは命の回路を引け。あ、今スカサー引け、スカサー、これです、スカサー。あー、リンリンでした。スカサー、微妙やな。そうじゃない、まだだ。あれ、まだそんなもんじゃない。あれ、いや、絶対出ます、絶対出ます。え、まだ抜いてるって言われますよ。そうだよ。ああまだだ、来ますよ。なんだよ、おぉ、キャロキャロ、まだだ、まだまだいけます、まだだ、そんなことない。結構もう残りライフ少ないよ。おい、頼むぞ、やばいよ、まずい、カタクリ、アフェランドラ、目よりかけて、ホーキンス、おぉ、まずい、おぉ、出して、うん、おぉ、いいんだよ、おぉ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 、ちょっと、おぉ、あれ、ちょっと、まじ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 、あれ、頼む、やばいよ、頼む、やばいよ、スカちゃん、お願いします、お、お願いします、え、ちょっと、お、あれ、お願いしますよ、もう薄まってきたよ。いや、ちょっとマジで少なくなってないよ。やめてやめてやめて、そろそろやめて、来てください。あ、あ、ハドです、レアのハド、そう、これです、お、クレハです。おぉ、ちょっと、あ、これやってますわ、これやられてますわ。ちょっと、でも光ってますよ、おもろ。それいいや、かっこいいけど、かっこいいですけど、うん、かっこいいよ。どうですか、うん、クレハのキラキラは後にも先にもこれだけなんじゃないかな。なるほど。まあね、絶妙なコメントしとるわ。そうか、もう困っちゃってじゃないの。でも効果は強い。おー、なるほど、ダミとか同じ効果、うん、はいはい、それは強い、これはよかった。確かに、うん、1コス絶対的に入る。そうですよね、大事ですよね、1コスはね。そんなのがいいんだよ、引きだよ、今日は。こっからですよ、もうラスト2ぐらいですから。いや、クレハがピークやったんちゃう。これ完全に、え、マジで、え、ほん、え、嘘でしょ。ラストです、はいはい、ラストいきます。おう、はっ。まあ、クレハとセットよ、それは。ドラムとボックスです。これはちょっと渋めですか。おや、
まあまあコミパラ引いたら全部勝ちやから。確かにそうですね、まあ、まだ一発逆転がねありますから、はい、まあ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 、はい、じゃあ、うん、行きまーす。ナミュルさん、ナミュルさん、これどっちがいいですかね。ナミュル聞いてる、どっちなんだ。これはこれは、うん、あ、こっちですか。こっち、こっちがいいらしいです、うんうんうん、なるほどなるほどなるほど。よし、じゃあ行きましょう。秀でています。はい、ちょっとこれ多いな。はい、手が疲れちゃう。うーい、うんうん、おい、何を見せてくれるんだ。ういこのボックスは、うい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 、はいはい、うい、うい、おーい。俺らマルコに疲れてるもん。愛されてる、やっぱり今日マルコのいいですね。うん、さすがです。マルコを取ってね、白ひげを取りに行くということで。そういうことだよ、はい、マルコ、マルコ、マルコがまたすごいリーパラ。マジでないです、同じリーパラ被ること本当に。え、マジですか。カートンで、カートンで被ること本当何十カートンに一番。めっちゃ、それが最強のレアだった。今回なんかよくわからん上振れを引いてしまったな。いいですね。どうしよう。カードの単品の方でちょっと。おコミパラよりないって。コミパラ引きたかった。コミパラがいいよ。うん、それはコミパラ。あー、リン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 、絵柄違い、絵柄違い、リンリン、良きですよ。あれ、もしかして、じゃ あちょっとこのパックはもしかして、ま、かそういうことですか。まさか。ナミュール探そうか。そうですね、そうですね、メインでも。あー、ナミュール、よしよしよし、早速来てくれます。会いに来てくれるじゃん。ありがとうございます、うん、お、あら、お、ブラックマリア、ブラマリ、おるよおるよ、まだよいしょ、ある可能性あるよ。お、ナミュール、お、ナミュール、はい、よいしょ、お、キャロット、はい、おー、あー、とこれはもうじゃあダメかもしれないね。なんかね、ちょっと面白くね、うん、じゃあ、さっと行こうか。おい、これはすごい、やっぱりめちゃめちゃ出ますね。疲れてるな、ナメルに。あれ、ちょっとちょっと飛ばしちゃった。あ、すいません、すいません。キングキングでしたね。すごいリアルでした。すごいリアルって嬉しかったですね。いやいやいや、いや、うん、まあね、うん、クレハですね。うん、あ、うん、そうだね、うん、うん、まあまあ、そうね。ええ、いいよいいよ、全然。まあね、まあまあまあ、悪いと言われる。ああ、確かに確かに、うん、そろそろナミュールのリーパラとか引きたいな、うん、ね、うん、ナミュールリーダーになってないけど、うんうん、カブトン入ってないかな。ナミュールリーダーになる日来てほしいですね。ああ、すいません。ナミュールリーダー強いんかな。なんかそんな微妙な、やんわりとぬるっと終わってしまったな、今。痛いなって言われてないでしょ、はい、僕の3ボックス目です。3ボックス目、はい。3はね、うん、いい数字ですよ。そう、パワーがありますから。まあ、パワーなかったけどな。いや、そんなことない、マルコのリーパラ引いて。波動を感じていきたい、僕も。はい、さて、もうあれだろう、全体で言っても後半なわけでしょ。そうよ、ね、じゃあもうコミバラも温まったんじゃないか、体が。はいはいはい、ね、そうそう、俺出ていこう。あー、ちょっと、ふぅ、ふぅ、ね、これすごないほんまに。ふぅ、かっこよくない。めちゃめちゃかっこいい。こんなかっこいいカードある、うん、これ見て、この目のガン決まり方、やばいっしょ。すごいわ。どんな眼光やね、あなたたち。ちょっとなあ、かっこいい。もう軸にデッキ組んでもいいかもしれない、ね、いや全然あり。かっこいいデッキね、うん、やりたいことやるのもね、うん、結構カードゲームの楽しみの一つやからね、うん、それはそうですね、うんうん、相手にすげえ嫌な顔されるってやるけどね。確かに人それぞれね、そのコンセプトはやっぱありますからね。コンセプトの戦いですから、ね、うん、そうだ、信念と信念のぶつかり合いだから、海賊っていうのはやっぱり、まあね、海賊の戦いに卑怯って言葉はありませんから、うん、そうだ、どんなことしたっていいんだよ、やっぱり。はい、デッキ100、お客様はダメですけどね、うん、デッキ 100枚とかいいんでしょ。だって別に、はい、服赤もダメですよ、100枚もダメですよ。あ、そうなんですか、はい、ルールは守りましょうね。なんだなんだ、はい、だよ、海賊すぎるやろ発想が。怖いわ、やっぱ長年読んでる人だと。まあね、良くないですね、ルールの上で自由に。はい、そうだね、でもじゃあ出るんじゃないか、そろそろその、うん、ね、師匠とも言うべきあれが、うん、師匠がやっぱりいるから、村小麦、うん、いや、うん、そうだよ、そうだよ、うん、マリア、ちょっとレアの幅かと思ったけどね、うん、まあ、でも十分いいけどね、うん、あ、良きですよ、良きではありますよね。
ただ、さらにを求めてしまうのが人の差が。早く出そうしような。うん。ジョーズのダイヤモンド加工。そうだよ。10億ぐらいの ね、うん、ねやつ、10億カード。世界に3枚しかないっていう。フルアイズ。欲しいよそれね、キングキング。キングキング。すごいキングキング。いいんじゃないの、ダイヤモンドで加工されててもちょっとぐらいサービスしてよ。ワンピカめっちゃ人気あるからね、やっぱり。ね、うん、売れに売れてますからね、やっぱりワンピカすごいよね。人気やばいって。大会全然見られないんだけど、都内とかさ、うん、千人待ちとかあるやん。千人待ち、そう、どうなってんの、結構多い。そう、大会出れない。そう、大変なんよ。悲しいやん、それは。本当は本当に出れないです。まあ、でもかなりそのバンダイさんもその大会を出れるように努力をして出れない状態やから。ああ、えぐいんよね。そうか、それだけやっぱ人気なんですよ、ね。いや、すごい今。うん、あ、じゃあそんな涙です。涙来たってことはこれ？これ激アツパック。あ、お、お。微妙な反応するの誰よ。大看板で一人だけ技見えなかったらちょっと。ジャックさ、うん、なんかあんまりにも活躍してないよな、うん、本編で。なんかね、かわいそうだね、そこはね、うん、なんか、ああスネークね、スネークね、そんな気知ってたわ、光り方がいいからね、はい、あれウィッシュ、あれいいっすね、うん、いや、うん、まあ、カイドマも出てるから。そうです、うん、いや、カイドウマンだけ十分、うん、そうだよそうだよ、かっこいい、嬉しいよ、いきます、はい、頼むぜ、君にかかっている。でも人の夢は終わらないから始まる、確かにいい、いいっす、あ、早速、そう、出だしいい、めっちゃ早速来てくれました。いやいやいや、プリンちゃんもこれはあるぞ、ありがとうございます。乗ってきてるぞ、引きがペロスペロ、お、早速リンリン、いいんじゃないの、程よいとこです。もう抜群強いやつだとね、うんうんうん、そうね、そうですね、そうですね、まむらいいいよいいよ、徐々にギアを上げていきたいですね、上がっててるイメージあるよ、うん、まだギアセカンドぐらいで、あ、結構低いねまだ、うん、全然です。マルコ、お、エスベア、あ、ドン、おお、プリンかぶりやな。これもトヤさんの、おお、ナミ、流れ来てる、流れ来てるわ、これはトヤさんの流れですね、じゃない、はい、どうも、どうぞどうぞ、カーフにプリンめっちゃ強いです、おら、やったじゃん、すごい、プリンプリンマルコマルコですもん、おお、これマルマルプリプリ、フォーカーなら相当強いね、マルマルプリプリ、そんな被んないすごいですね、まだ入れるイメージですけど、どうなっちゃったの、じゃあでもってことはレイリーも、そうですね、まだ可能性ありますよ、お、ナミさんも言ってますけど、レイリーもね、うん、もうすでに1枚来てくれてますんで、うん、おカイドウ、カイドウ、はいはい、両方ね、はいはい、お、猫犬上手、フォワール、はいはい、おお、はい、はい、どうだ前半は、まあまあじゃないですか、まあまあか、はい、こっから2年後の新世界に向けて修行をつけてもらうためにも、はい、このための前半は、はい、レイリーに来ていただきます、うん、ワッポル来てるかな、クリケット、うん、ほいほい、あ、ナミエル、どうもどうも、よし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 、ナミエル結構入ってますね、よしよしよし、ナミエル入ってるやつはいい段よ、うんうん、ナミエルだけで、ナミエルリーチかかってる、うん、ワンデッキ行こう、ナミエル、ナミエル、ナミエルって来てくれたんで、チンベ、あ、またブラマリ、ブラマリさん結構来てくれますね、ブラマリが入ってるパック、いいパックの傾向ある、そうですね、確かに、はいはい、来るんだ、はい、ドキドキするな、ドキドキしますね、まだあるかもしれない、そうだよ、うん、全然粘るよ、まだね、うん、まだいけますよね、およいしょまだね、うん、まだいけますよね、どれ、はい、司君推しのホーミーズ誰、
推しのホーミーズ誰だろうな。あでもシープスヘッド結構ビジュアル好きですよ。めちゃめちゃ目に入ったやつ言うと思う。あそうだ。追われてる追われてる。すいません。ホーミーズの話でしたね。そろそろね。はい、そろそろの、あ、それで言うと僕あれです、あのゼウスです。うん、あ、オリキングバーム。ああ。うん。俺レディツリー。ああ、見たような感じだね。ピーちゃんってこと。ホーミーズ、一枚もカードが貼れてない。なんでやん。いや、だからママの時にプロメテウス映ってたな。あ、そうですよ。終わりました。はい。あ、やんわりと終わっちゃった。はい。何が一番良かったんですか。プリンですかね。はい。プリン強いらしい。はい、引けました。プリンちゃいいね。ただこれで俺のリードがなくなってるかもしれない。確かに。埋めてるよ、差を。よしよしよし。これ、レイリー言ってるからな。マジで今誰が勝ってるかマジで分かってる。そうですね。今、体感で誰が勝ってますか。トワさんかな。お強いよね。じゃあ、リーダーを引きつつ、プリンも引いてる。そうっすよね。確かに。レイリーでしょ。じゃあ。あれ、誰も引きましたよね。レイリー。うん、あ、引いた。そうっすよね。あ、じゃあ、トワさんかな。強いよ、それは。まずい。よしよし、じゃあ、このままね、独走できるように。まくりたい。じゃあ、はい、最後は、はい、僕最後に引くんで、はい、これからどうぞ。わかりました。やっぱ今一番勝ってるらしいんでね。そうっすね。俺が今強いカード引いたら勝ち確定しちゃう。確かに確かに。バラエティ的にあれだからね。最後にしますわ。よし、ラストです。はい。ワンボックス、全てをかける。疑わないこと、それが強さだ。来る、このボックスで、俺は、なんかを引く。いや、疑いすぎてる。保険張りすぎてる。最悪の伝説や。最悪の伝説。何かいいやつ引く。いや、雑。来るは。え？ああ。ええー。皆さん、行きます。こっちか。すごいすごい。そんなことある？びっくりした。疑わないこと、それが強さだ。いや、振りになっとる、しっかりと。すごい。びっくりした。すごだい。なあ、すごいね。のすけさん、表紙揃いましたね。なんかこのくだり、デジャブやな。あれ、もう一回、あれ、もう一回。あれ、戻った。すごい。マジ。2枚目ですよ、レイリー、個人で。すごい。あれ、マックスだよね。でもレイリーこのボックス多分あれ、疑わないこと、あれ疑わないことが強さだ。そう、疑わないこと、それが強さだ。迷うやつは弱い。戸惑いこそが人生だよ、キサル君。うん、いいこと言うね。うん、戸惑っております、私のすけ。どうしよう、人生って感じやね。うん、もうないんじゃないか。なんかいや、でもシードジールのパラレル出るかもしれない。言っちゃいいやん、うん、剣だけ光ってんの。あ、槍がね、槍光り、槍光りいじる。あー、マムだ、ね、マムだ、マムマム。伝説が来てくれてます、ね、いいよいいよ。しっかりとホーミーズがここで、そうだ、活躍してくれ。あー、オーケー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 。好きな動物誰。ね、猫。いや、そのワンピースのアニマルで、あいつ、あいつ、あのだからシェルズタウンで歩いてた猫。あ、うん、すいません、ワンピースの人いたんですね。ごめんなさい、え、すいません、勘違いしました。普通現実世界の話してるかなと。あ、違うんですよ、いるんですよ、シェルズタウンに歩いてる猫。はい、めっちゃ可愛いんですよ。全然知らへん。そうなんや、うん、話広げられへんわ。ごめんね、ごめんね。分かんないって言ってごめんね。ちょっとあの、ちょっといいやつ言ってくる、うん、サウスバーです。サウスバー、確かにカード化されてるで今回ね。まあね。おー、なんで？確かに。なんか鳴き声が、うん、鳴き声、女王、あれがいいや。ああ。いや、俺ちょっとレアい、ちょっとレアい波動します。ラパン、ちょ、いや、ラパンじゃなくて、はい、ラパンのルアでちょっとレアいです。ああ、ギャロってした。ラパンも好きです。うん、うん、で俺ベア派。ああ、ハイキングベア。うんうんうん、お辞儀するん可愛い。そうね、うん、両方ね、今回入ってますもんね。そうね、チェスト黒回りもどっちが好き。チェスト黒回りもだったら黒回りもかな。俺チェス。あ、そう、僕も黒回りも。なんで。なんかまあアフロが、そう、とりあえずアフロがモコモコしたいな。モコモコしたい。この人らアフロ一派の人です。黒一派って何。あ、2枚目ナミル。何て言いました。ナミル、2枚目ナミルって言いましたか。2枚目ナミルか。何秒引きもいいですよ。うん、何秒、あれ
ちょっと、もう一レイリー。いや、もう一レイリー。もう一レイリー。ヒサコに一枚レイリー出たらびっくりした。さすがに。いいじゃん、相手でも。どんぶりはレイリー2枚構成で攻める感じかな。うん。はい、あっていいじゃない 2枚ぐらい。レイちゃんラスト、うん、レイさん、おレイさん、おジャックね、ジャックね、ジャックね、ねねねね、ラスト、はい、え、あ、ちょ、ビブとビブ次だった、ちょっと、はい、ワン、あー、そうですか、表紙の生で、おお、ナミュール来たー。吉兆です。おお。いや、悪くはない、悪くはない、悪くはないんだが、悪くはないんだが、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 この辺入ってるかもしれないからね。よしよし、そっちから行こう。この辺はね、多分ね、消化。多分ねって、多分ねって分からへん。お、お、お、え、お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 兄ちゃん。お、え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 、お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 、どういう声出してるのそれ。あーあーマジか、おい、えーうん、やっぱりね、パラレルはないまだね、いやでも、うん、来るよ、そういよいよここに、ここにね、あ、どうもどうもあるはずだ、ここに眠ってるよ、だって俺1ボックスで両方出したもん、レイリーと、確かに、さっきもね、うん、出たもんね、白ギャドプリン、はい、あるんだよ、パラレル来てくれますよ、入ってる、来るよ、マルコ上手、来い、ああ、え、何が起こった、ドキドキするな、あ、びっくりした、まあね、至急、まさか、そっちからすごいバタ始めた、すごいこと始めてる、この人すごいことやってる、裏からめくりしてる、おい、おい、うおシークレット？シークレットじゃないこれ。これ、あ、いい、いいやつですよね。これプリンと並ぶ。ちょっと。あれ、それもうしてるし。もう何？ちょっと紹介してるし。紹介じゃって言っちゃダメだよ。このカールたちもね、大事なカールたちなんだから。何言ってんだよ。すごい。これですよ、この人本当にね。やったぜ。危ない危ない。また叩かれるとか言った。いや、しかもちゃんと新規っていうのがいい。そう、そんな動画内でも。本当に。うん、いや、よかったよかった。さあ、じゃあ、いよいよ、チェックの時間です。そうですね。どうなるんだ、これは。いや、本当に。どうなるんだろう。うん、全くね、わかんないからね。なるほど。そう。はい、ということでね、開封終わりました。はい、まあ、終わったわけなんですけどね、今ね、まあ、ちょうど集計をしてもらっております、はい。はい。その間にですね、ワンピースカード豆知識をちょっと話したいなと思っております。はい、お願いします。こちらのサッチのカード。はい、いっぱい入ってましたよ。はーい、いっぱい入ってました、今段、うん、実はですね、これね、昔に出たサッチのカードと合わせてみてください。背景が昼から夕方に変わっております。ほんとだ、つまりサッチはだいぶ長い間、うん、闇の実を見せびらかしてます。すごいね、ずっと持ってるってことでしょ。はい、あのなんか黒ひげがすぐ奪ったみたいな雰囲気出てましたけど、うんうん、見てください、この黒ひげの表情の変化。ずっと狙ってます、黒ひげも。やば、飽きずに。すごいね、これ左どんだけ付きまとってんの、はい、チーチー、もう周りの人たちは変わってます。キーチだけはちゃんと狙ってます。しつこすぎだろ。左で自慢した後、こう右でそうちゃんと持ち替えてるんですよ。で、疲れたからこっちに変えようみたいな感じでね。はい、チーチー本段の豆知識のね、参考時刻も推定できる、ね、そうですね、夜になってからやったのかも、うん、闇にね、闇に生じてる。はい、なるほど。サッチも早く食ったらよかったのにね。まだ次の段で夜のサッチでよし。夜空に向かっちゃう。まだ早くえ。でね、まあ、今回ね、はい、ナミュールおたくさん集めたわけなんです、はい、これも数えてましたよ。この枚数になってめっちゃ出てる、はい、発表します。はい、ワンピースカード2つの、伝説、はい、ワンカートン開封した結果、はい、ナミュールは23枚出る。おー、
23枚。結構出る。すごいな。すごい。いやー、ナミル不合や。壮観ですね、こうやって見ると。はい、帰ったら大事なファイルに入れます。専用のがあるんですか。あります、ナミルファイルが。はい、こういう感じでナミルファイルがあるんで。はい。というわけで結果発表の時間です。よーし。さあ、勝ちますよ。いや、俺でしょ。いやいやいや、僕も結構。え？もっと前のめりで。あ、おいおいおい、そんな怒られ方ある？びっくりしちゃったよ。俺でしょ、でこれ。俺でしょ。俺だ俺だ俺だって言うね。じゃあお願いします。お願いします。実際もう本当に絶対俺だと思ってます。俺、はい、あー、はい、譲りませんけど、これは、はい、ここはね、結構差ありましたけどね。マジで、はい、そんな差ある？俺勝ってるから大丈夫。まあでも俺なんだよね、やっぱ一番よくは。よかった。いやでも僕もね、盛り上がって。あ、モリア、あ、はい、モリア弱いし。いやいやいや、今回は七舞台最弱。さっさーだっていつも言ってるくせに、ぼちゃくちゃにこの唯一セラフィムに負けるんじゃないかと思って言ってましたね。やだよ、セラフィムとオリジナルが戦ったら唯一負けるモリアだけなんじゃないのかっていう。勝ってくれ、頼む、勝ってくれ。はい、じゃあ行きますか。はい、第3位はノブさん。えー、俺？嘘でしょ。マジで？マジかよ。レイリー2枚入れたのに。やっぱ3代目だけあって、3に馴染みがある。うざいわ。よっしゃ。定位置、定位置、定位置ね。3、じゃあ俺が優勝ということで。いやいやいや、まだ全然ね。やっぱ僕じゃないですか。お願いします。こっち来ます。これあれやん、あの形式のやつやん。ゴチ。あ、さあ、それパターンね。さあ、では道久さん、はい、1位の発表をお願いします。絶対俺やと思うねんな。いや、僕ですよ。おお、やっぱり最初なんで。おい、食べてる食べてる食べてる。ナミル23枚持ってるし。おやっぱりな。そうか、向いてる感じ、そんな感じしたんよ。しゃあ、悔しい。うわ、いやでもちょっとモリアだけビクビクってた。あ、そうやね、確かに。やっぱ伏兵やった、あいつは完全に。まあでもモリアやから。ちなみに、はい、のすけさんは、はい、こうやさんと比べたら、うん、あ、倍はいかないですけど 1.5 倍ぐらい。おー、マジかよ。どうしたどうした、どうしてなの。 おかしいおかしい。理由としては、はい、レイリーと、はい、リンリンとカイドウ、シークレットレアは、はい、カーピンで結構たくさん出るんですよ。へぇ、多いんだ。そうなんや。使いやすいカードで強いカードがあるけど、はいはいはい、ちょっと値段的には安い。確かに。あ、じゃあ強さと、そっかそっかそっか、はいはい、そこはね。なるほど。レアリティ甘めに、レアリティ的にはね、あれなんだ。ってところで結構安くなっちゃう。なるほど。あー、そうですか。2位のつかずさは悪くはなかったんですけど、はい、うん、SP 枠のモリア、うん、はい、ここがプリンとか、うん、ポニーとか。ー、女の子だったら結構、いいお値段だったっていう。やっぱりそうなんだ。モリア、モリア今回の中で一番安いのかな。嘘。そ、モリア、そんなことある。やっぱりモリアが戦況を分けてしまったよ。1位の東野さんは女の子のパラレルカード、ブラックマリアとプリンしっかり引いてたってところと、はいはいはい、レイリーしっかり高かったし、うん、よし、あの原作へ、そうですね、なんかこう外れがまずなかった。あ、よし、これでかいです。よし、アベレージがしっかり高かったっていうのと、パラレルだけじゃなくて SR とかも大事になってくるっていうところで、トヤさんしっかりブラックマリア、今回一番高い SR のブラックマリアを2枚引いて、そこのアベレージも高かったから結構差が出た。なるほど、やったぜ。強い、さすがです。カードやってるだけありますね。いや、もう本当にね、やっぱ引きが全てですから、カードゲームとは。これ本当にカードゲーム引きが大事ですから。はい、はい、ちゃんと引き切ったことね、はい、いやー、もう僕が勝てて良かったです。ありがとうございました。いや、もう楽しかった。はい、ということでね、あの本日出てきましたこちら、ティアワンの三月さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。なんかメッセージがあれば、え、いいんですか。あ、どうぞ、はい、ティアワン通販もやってるんで、この動画見た方、あと概要欄にも貼ってます。じゃあ下をぜひ通販チェックしていただいて、はい、渋谷と最近静岡にお越しました。静岡にね、はい、はい、ありがとうございます。よかったらそちらも遊びに来てくれたら嬉しいなと思います。はい、ぜひ行ってください。はい、はい、それでは See you、 さよなら。よいしょ、ありがとうございました。頭の中は見てない、不欲を壊したらさ
Come